はい、ご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。チャンネル登録お願いいたします。今日はですね、台湾版モンスターストライクの超絶大黒天やってみようと思います。本当は、重心玉が全然ないから大黒天の回を、ね、やりたかったんだけど、一回やったらね、本当に秒殺されまして、そもそもね、アンチ重力アンチワーク持ってないし、直接で積んでました。で、やるだけ無駄と判断したんで、今回ちょっととりあえずはまずはね、大黒天様を、まあ、ゲットしときたいよね、ってことでやってます。さあ、メンツはね、だいぶ寂しいんだよね。メリオダスは強い。ただ他がね、いかんせん火力不足。まあね、ゴーセルも、アビ的には完璧。そう、ダメージじゃなかった。マインスイーパーとアンチワープ持ってるんで素晴らしいんですけど、火力が足りないと。火力も足んないし、HP で79000しかないんだよね。だからなぁ、勝ちたいけど。あのね、台湾版ではね、ディアンヌにものすごいお世話になってるんだけどね、まあゴーセルもお世話になってるんだけど、やっぱね、SS が破格なのはディアンヌだね。ここは圧倒的だと思う。とりあえず突破かな。で、ああ、そう、で、真ん中の、なんだっけ。あの、マグメルで使う、この子。あ、読めねえな。結果読めない。なんだっけ、名前。ちょっと忘れちゃってますけど、まあまあまあ。アンチワープ飛行異常回復の子です。今回はね、そうそう、台湾のモンスターなのに台湾限定キャラ一体も使ったんで、これただただね、日本版と変わらないですね。星5みたい積んでやってみたけどね。でも星5みたい積んだなってみんなやってるしね、もう。やってんのかな？一体潰しとかもやってるかな？まあ、とりあえず頑張っていきます。せっかくの台湾版だし。お、いい場所だ。はい、これで抜けて。とりあえず突破ですね。ただね、ゴーセルは SS がね、ちょっと使いづらいんですよね。敵に当たれば当たっただけ効果出るんですけど、効果は出るけどもって感じかな。メリオダス強っ。メリオダス強いわ、本当に。剣あげたいわ。どうせるか。取ったよね。おー、そっかそっか。ワープビットを一瞬で壊せる。だからどうしたっていい。はい、直殴りを強力。直殴りを強力だけ倒しきれない。はい、突破で。さあ、この後、あともう一面か、ボスの前に。唯一のダメージオールが出る場所。横間で上がってきます。これね、配置気をつけてください。まあね、配置を気をつけてくださいと。下にいると、次が戦いづらいです。ね、安定して上でちゃんと場所を取る。無理はしない。でも電撃やっぱ強いね。うん、電撃強い。あとこの、火属性の女の子の攻撃力アップもメリオダスには相まってるんで、カウンターキラー乗って前に地雷取りつつ攻撃アップして殴る。理想だね。音楽かっこよかったね、本当に。これで燃えるね。好きです、この音楽。グリッド線をしっかり利用したい。いいですね。さあ、メリオダスが強すぎると、お面を全破壊しちゃうんで、それは避けたい。でもこれは完全にミス。本当はメリオダスに触って盾感したかった。
もしっかり稼いでいく。思ってる稼ぎだった。あ、いいね。そうそうそう。で、大黒手なんですけど、捨て、ボスの捨てに。ボスの捨てには右下配置が一番ベストです。削り切れない。ああ、だこれ微妙だね。こっちのゴーセルか。行けよ、とりあえず。いや、剣回収したいね。ゴーセルもね、剣回収すれば、ガブリエル並みの電撃になるはず。なるよね。ならない、ならないか。バランスがどうなのか。バランス型の 1.5 倍だから、まあ、通常か。星6電撃ぐらい。よしよし。ちょっと場所が悪いね。よし、ちょっと安牌で逃げましょう。怖い怖い。下手なことをして削られるのはダメなんで。あー、弱点叩きたいけど、横に行こう。最初からこの位置が理想ですね。右下配置。右下からメリオダスを打ち続けて倒す。あっぷね。もう完全にやらかしかけましたね。これ若干やらかしたね。ちょっと回復したいね。回復しながら、こうして回復しながら置いていきましょう。いいね、弱点に攻撃者が当たると。で、ここで倒さないと多分やばい。怪我したら死ぬ。上っても、ダメだよ。ちょっと上行っちゃったけど、まあしょうがない。で、ゴーセルの SS は当たって麻痺できるんで、まあ、大黒天の怖い攻撃のタイミングに使っていこうと思います。ここはちゃんと処理していこう。おっと、パワー不足。パワー不足が否めない強化です。いやー、ダウンか。ダウン食らいたくなかったな。さあ、回復はできたんで、メディオラスの攻撃、あ、そっか、状態除外しなくてもいいか。攻める、攻めるか。ここで記念いくよ。これダム入るかな。弱っ。完全にミスだね。メリオダス決める。メリオダス決めたい。決めたい。決めたい、決めたいけど、あ、まあ十分十分。大悟怒る。大悟怒ってまずいんだけど、これで麻痺ができると。効率よくいきましょう。えい、あれ？お、麻痺ない。いけるか。麻痺なかったな。嘘。でしょ？あ、オッケー。あっぶね。はい、これで台湾版が、超絶2種類目クリアでございます。もう結構いけるかもね。大黒天も星5でいけるようになっちゃったか。アームストロングの時もいけてたけど、なんだろうね。このメンツで勝てる悲しみ。クリア難易度バカ高かったんだけどね。はい、大黒天ゲットでございますと。今のキャラの
NASA だと大黒点の電撃は大事だし、ダメージよりアンチワープなんて最高だし、だからね、ガチャゲンがいない中だと超絶爆絶は本当に大事な戦力なんで、しっかり育てていこうと思います。ではご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。ハム太郎でした。どうも。